南島は大韓民国中北部を流れる北観光の中にある南北に長い半月型の島。直径4キロメートル、面積40万平方メートルで韓国ドラマ、冬のソナタの撮影に使われた観光地として知られる。行政上はカンボンド春仙市に属しているが市中心部からは離れており西岸の軽軌道、貨幣群との関係が深い。 春泉シナム三面、カオルニザトに属する。もともとは、北観光沿いの微光地で、洪水時にのみ孤立する地形であった。1943年に下流に清平ダムが完成し、北観光の水位が上昇したことによって陸地から切り離され、工場的な島となった。南島の名は、若くして悲劇的な最後を遂げた朝鮮王朝時代の将軍、南井の墓が、 島内にあることに由来する。1960年代の後半から島の所有企業による観光開発が始められ、自然に囲まれた観光地として知られていた。しかしこの島が韓国内外で著名となった景気は2002年に韓国で放送されたドラマ、冬のそなたである。島内の各地でロケが行われ、メタセコヤ並木は女性主人公友人と 男性主人公チュンさんがデートした場面に使用された。このドラマは日本や台湾でも放送され、島を訪れる韓国人、日本人、中国人、台湾人観光客が急増した。ドラマ人気が一巡した今は観光客数も一時よりは落ち着いている。現在島を所有しているのは株式会社南伊島で絵本作家のコウウが代表を務める。 2006年3月1日に、並なら共和国として、独立を宣言し、ミニ独立国の体裁をとっている。島内では、他鳥が放し飼いにされている。後方は、南将軍の墓。冬のソナタ関連の観光名所としては、メタセコイア並木の入り口に、主人公二人が見つめ合う等身大の銅像が、建てられているほか、初デートのベンチや、死亡したと思われた。 春山さんの慰霊を行った、桟橋、出演者のサインを展示した、レンの家などがある。冬のソナタ関連以外の本来の施設としては、アジアファミリーレストラン東門、寒食専門レストラン難門、ホテル青官楼、美術ギャラリー、子供向けの遊具やミニ列車、バンガロー菓子自転車、菓子電動バイクなどがある。また、ダチョウやリスが放し替えにされ、訪問者に愛嬌を振りまいている。 島の名の由来となった南将軍の墓は、島の船着き場の近くにある。複数ある伝承地の一つで、義教神に富む男が将軍の遺体を形状から持ち出し、葬った場所と伝えられる。島の中央にある観光案内所では、無料で荷物を預かってもらえるほか、日本語や中国語が話せる係員がいることが多く、外国からの観光客に対応している。 ありがとうございます。